こんにちは、三十郎です。えー、っと、今回もね、ちょっと質問をいただきまして、えー、っと、自己破産でなんですけど、えー、ちょっと質問、ちょっと読みますね。えー、っとね、あ、いろいろ質問があってね、何本ぐらいで破産されたんですか、みたいなことが、質問でいただいて、んで、最終的に、えー、っとね、 金額,あ金額が関係ないとなると、同時廃止の基準がよくわかりません。あだから、えー、っと、何て言っんですかね。えー、まぁ、あ、たら、金額が多かったら同時廃止になれへんとか、そういうことなんですかね。あ、私の場合は2回目が900万円の挟んで同時廃止やったということを伝えたら、 まあそれはすごいですねと。弁護士さんが優秀な方だったんですかねみたいなことですね。私は400万円で不安ですみたいな。あそういうことね。はい。金額が関係ないとなると同時廃止の基準が分かりません。浪費していないギャンブルしていないと最初説明するのが重要なのですか 嘘ついて後から浪費がバレるということはないのでしょうか同時廃止になればクレジットカード明細書とか調べられたりすることはないのですねみたいな質問をいただいたんですね。でね、これあの私もその専門家じゃない,ないのとあとそのなんて言うんですかね これ3年前ですかね、直近に3年前に破産しとるんですけど、その、何て言うんですかね、えー、っとね、今ちょっとね、なんかバタバタしてましてね、その記憶をたどるっちゅうんかね、昔の資料とかこう出してきて、ほんで、まあ自分で調べてとかね、ちょっとその時間が今のってね、その今パッとその自分の記憶だけでこうたどって喋っていきますんで、もしかしたらちょっと、あの、まあ、 大体は覆うてると思うんですけどね。あのー、なんちゅうたんいんすかね。まあそういうことなんですよ。その強行をたどってちょっと喋っていきますね。えー、っとね、まず1個目ですね。えー、金額が関係ないとすると同時廃止の基準がわかりません。えー、ここなんですけど、ここもね、私もよくわかってないんですけど、私の例でいくと、あの、1回目の破産が、 たぶん900万1000万もいってないんですけどおそらく900万ぐらいなんですね。でそれはまあお金っちゅうますのあと車リースやったりとかねパソコンリースやったりとかもうそういうの全部含めて900万ぐらいだったと思うんですけどそれはもう普通に言うたらんですかねその犯罪事件になる話はたぶんなかったぐらい。 ね、記憶なんですねだからそのその1,000万超えた場合とかねそういうのはまあ自分では経験ないのでわからないんですけど多分金額はね関係ないと思うんですね借金合計ですかね今ちょっとちら見したらねえー、っとねなんで書いとったかな要はあの犯罪事件中のはその財産が あるとかね自分にね自分に財産があるとかその現金が何ぼかあるとかなんかそういう時にその自分の財産をね処分してする自分の財産を全部まわた家があるとか土地があるとかなんか高級な車があるとかなんかそういう時に自分の財産を処分してその借りてる何債権者というか債権者にこうちゃんとあの 返すというのの、そういう手続きいうかね。そういうのがあるためやと思うんですね。だから。あの個人個人でまた会社の倒産とかじゃなくて個人の借金で。何時から本当に自分。現在そういう資産が全くないと。いうことであればね。おそらく同時廃止になると思うんですけどね。まあ、そこをちょっとはっきり。 はよく用意はないんですけど、まあ、自分の経験からいくと900万ぐらいの借金で、えー、問題なく悩むこともなく、えー、同時廃止でした、はい、逆に2回目がね1回目はなんかもうそういうことにも知だったこともあるんですけどそこでうんって悩んだこともなくて2回目の時はねもしかしたら犯罪事件と結構。 ビビらされるって言うんですかね。弁護士には、あの、その、何件か弁護士さんに相談したんですけど、それは言われました。2回目言うことだけでね。いや、犯罪事件になるかもよ、みたいなね。それは、もう今から思えばただのビビ,ビビらせなんですけど、はい。えー、ていうことですみません。ちゃんとはっきり言おう答えんですみません。次ですね。浪費していない。 ギャンブルしてないと最初説明するのが重要なのですかっていう質問なんですけどこれね、あのー、これね、まあ、変な話借金って、ね、その会社が自分が会社経営しとってあかんかったとかじゃなければねそんなに自己破産するほどの借金って言えばね浪費しかないっても私は勝手に思うとるんですね。 浪費してた、まあ、何、あのー、保証になっとったとかね、そういうの別にして、個人でそうやってお金使うのは浪費しかないっしょ。いや、わかりません、ね。で、他なんか、いろいろ都合事情があるんでしょうけど、私はもうそう思うんですね。その、浪費案みたいな。けど、それをね、あのー、なんちゅうんですかね、あのー、 私はね、それ1回目はちょっとだいぶ前なんでねあの、詳しく覚えてないんですけど、1回目はね、多分ね、ギャンブルって言うたような気はするんですね、その弁護士さんにね、弁護士さんやか1回目は適当なあの法律事務所やったんで、その弁護士と直接話したことないぐらいなんですよ、最後の最後になんか面談みたいになのあっただけでね。 それまではなんか事務員みたいな人とずっと喋ってやっとったんですけど多分ねあのー、ギャンブルやって多分言うたと思うんですけどあのー、言うてないかなまあそれぐらいの記憶ですわはいで2回目の時なんですよ一考えてるのはね基本そんな個人の挟んだんて浪費やって私が思てる思ってません実際浪費なんですけど となった場合、ね、あの2回目の挟の時にその弁護士先生に話すのにねどこまでぶっちゃけて言ったらいいんかなと思,思ったんですよ。いや、ギャンブルしましてみたいなね。ほんならねその、まあ、知恵としてあったんが裁判官の裁量いうのがあるんですよ。だから 何もギャンブルでごっつい借金を背負って己破産してもそのよく言われてるのはギャンブルでの,あの借金はあの面積が下りないって言うてる人いっぱいいてるんですけど中にはいうか相当数その裁判官の裁量で面積になるという人も結構いてはるんですねだからそこはぶっちゃけも言うた方がいいんかなと。 で弁護士先生じゃなくて裁判官の裁量に任せるいうことでいいんじゃないかなと思ってあの考えたりもしたんですよ2回目の時ねほんでね最初に弁護士事務所法律事務所行ったそのごっついあの法律事務所の若い弁護士先生ね何も私言うてまいんで言うてまいんけどギャンブルですか えー、これですか今日僕らですかみたいな向こうからね言うてきあってねいやーいやもうそこはそうやって向こう言うてきあったもんで「はいそうです」とも言わんと、まあ、適当にごまかしたんかなで2回目やしねこれはもう面積の可能性高いねみたいなこと言われてね「あそうなんやええー」思うてでもここの事務所絶対あかんわ思ってほんでもそこは辞めたんですね。 ほんで、そこからもう一回考えてね、そりゃそうやろうと、まあ、その思うわなと思って、ほんで、その、結局ね、3、4件もあったのかな、弁護士事務所。でも、2件目からはね、これもぶっちゃけで話しますけど、もう言い切ったんですよ。ギャンブルしてません。で、これもね、ギャンブルしてません。で 全部浪費で使いましんって言うたら浪費って言うてまた聞こえが悪いんでねギャンブルはしてません浪費ですと言いたいところをずっとこらえてなんて言うてんかな,なんかなんか適当に金使ってましてでいかまあ、言い方変え何やったかななんかねあ,あなんか会社でこう面倒見すぎたみたいなこと言うたんですかねその一緒にご飯行って絵え格、ー、好しすぎたみたいなことそも浪費なんですけど早、はい話がそれも。 そのものを買うてどうのこうのじゃなくて、その会社でちょっとね、後輩とかにええ隠しすぎてお金使ったって、多分そんなことを言ったような記憶なんですね。けど、言い切りました。ギャンブルはしてませんって。まあ、これはもう今、ぶっちゃけでね、あのー、話するんですけど、はい。で、その、だから、言い切ることが肝心ですわ。だから、 理由はねど、どうでも言うんか、適当でいいんですよ、その、そんだけ借金しちゃうって理由はね、あのー、って思いました。はい。もうそれも、その、弁護士さんもね、勝手に話し作ってくれるんですかね、その、上手に話し作ってくれるんですよ、最終的には。はい。伝わりましたかね。はい。それと次。 嘘をついて後から浪費がバレたりということはないでしょうか。これはね、バレないですわ。そこまで調べないですわ。はい。これは、この金使ったのは、何、浪費、浪費の金ですね、とか、その調べへんですね。だから、あのー、出る、そのね、通帳は調べられるんですね。けど、出る、出るのは多分聞かれてないですね。入るんばっかり聞かれました。これ なんでこのお金このおはどっから来たんですかこのお金はどっから来たんですか,か,ですかいうのは全部逐一聞かれましただから私何て言うんですかねアフリエイトとかねあの、まあ、ちょっと副業でちょこっとやっとったりそよそのあと何しますの,あのメール借りじゃないですけどヤフーオークとかで物を売ったりねほんならわずか前た何百円とか何千円が入金があるんですよこのお金は何で入ってるんですかいう感じで入ったお金は結構聞かれましたね はい、出るのはね多分聞かれてないですよ。はい、で次ね、えー「だから嘘ついて」って多分「嘘つき通す」って言うたらいいんですかね。うん要は多分この人いたら浪費で使ってんのバレたらえらいこっちゃないことなんですけどそ浪費やないってもう言,い切る言い切って。 で、それ細かく、このお金は何で何に使いあったんですかとかね、多分そこまで調べないですよ。はい。ほんで、えー、最後、同時廃止になれば、クレジットカード、明細書とか調べられたりすることはないのですね。これも私の場合はないですわ。クレジットカードの明細書とかね、えー、私の場合はない。調べられなかった。はい。ほんで、ちょっとね、これも、 ほ他そういう事例あるんかな思調べたらねえー、っとねショッピング利用利益の開示義務はあるのかいうので、えー、そのふ普通はそう調べられへんやって書いてますわ、えー、その時の状況によって異なるとだからそう借金の流れを確認するために利用明細を提出 すするるよう求める弁護士士や司法書士もいますだからそのまあ、備え履歴を出せっていう弁護士もいているみたいな感じですよねはい私は過去に2回でそれはなかったですはいでここに裁判所への必要書類には基本的には含まれていませんだから裁判所にそういう 利用明細を出せといいうことはないんですねあくまで弁護士がそうやって知りたい人が中にはおるということなんですかね。はい。こんな感じですかね。はい。ということで、ちょっとあれですかね、またまとまりなくてあの申し訳ないですけど、ちょっと今、記憶をたどって、あの、やらせてもらいました。要は 私もめっちゃ悩みましたよ、ほんまここは。あの、ギャンブルって言うた方がええのかあかんのか、正直なところ、ほんまそうですやん。あの、してしまいましてって言うて、正直、まあ、その弁護士にどこまで話したらいいのかっていうの、ほんま悩みました。けど、結論から言うと、あの結果的には、結論言うの、結果的には、そこはもう言い切る。ギャンブルしてません。って言い切りました。はい。 浪費ですとは言い,、まあ、言い切るような言い切っていうようなちょっとぼかした感じで、まあ、無駄遣いが多かったみたいな感じですね。私なんかその期間がね1回目と2回目から何年期間としたら何年やろだから1回目の自己破産してで面積になって5年とか10年カード作られへんって言いますやん。私の場合は多分8年ぐらいで作れとるんですけど。 その8年後に作ったからのその <laughs> 金額できたその借金がもうめちゃ早いですよ。3年もう5年またもうっていいんですよ。だからそのスピード感でそんだけ借金背負うのはね尋常じゃないという、うん、私が思うから多分その弁護士先生も思うはずやねんけどそこも言い切ればね なんか普通にいけたみたいなね、感じでした。はい。以上、ここがほんまに正直なところですわ。はい。ということで、まあ何かとほんま心配思いますわ。私もほんま心配でしたわ。はい。けどね、あのー、これが大丈夫なんですよね。あの、裁判官の裁量医のもね、私実際、その、まあ2回目いうことで受け取るんですかね。けど、 もう思いっきり裁量してくれるみたいなね、それは感じました。はい。ということで、なんか頼んない返事で申し訳ないですけど、はい。とりあえず今回は、またちゃんとあの自分でね、見直して研究して、あのー、お返事できればと思います。はい。またわからんことあったら、何なりと聞いてきてください。はい。以上です。はい。いつもありがとうございます。では、失礼します。 チャンネル登録お願いします。